こんにちは、オレンジシフトの谷です。今回はヘニティフォトの配置画像やピクセルデータの拡大縮小についての話題です。通常フォトレタッチ系のソフトで画像を配置したものやブラシで描画したものはベクトル系のソフトと違って拡大縮小することによって画像が劣化します。ところがアフィニティフォトは拡大縮小を加えても画像が劣化しない仕様になっています。それでは実際に写真を配置して拡大縮小を実行してみます。まず A4 のドキュメントを作成しますので、ファイルのメニューから新規を選びます。 A4 をダブルクリックしてドキュメントを作成します。続いて背景に色を設定しますので、レイヤーのメニューの新規塗りつぶしレイヤーを選択します。カラーパネルで色を空色に変更しておきます。次にファイルを配置しますので、ファイルのメニューから配置を選択して画像ファイルをダブルクリックします。マウスのポインターが割り付けアイコンに変わりますので、ドラッグして画像を配置します。配置後は自動的に移動ツールが選択された状態になりますので、四隅のポインターをドラッグして大きさを変更することができます。また上の白い丸いポインターをドラッグすることによって角度の変更もできます。角度を元に戻したいときには、この白いポインターをダブルクリックします。注意としては、中央のポイントをドラッグすると縦横比が変更されてしまいますので、今回はコントロール Z で取り消します。コンテキストツールバーを見ると分かるように、配置した画像は埋め込みドキュメントという扱いになります。このドキュメントを編集したいときは、コンテキストツールバーにあるドキュメントの編集をクリックするか、配置画像をダブルクリックします。新しい画面に切り替わりましたので、ここで画像の編集などをすることができます。今回は編集をしませんので、このウィンドウは閉じておきます。また配置画像をこの画面で直接編集できるようにしたいときは、埋め込みドキュメントからピクセルに変更する必要があります。変更方法はレイヤーのメニューのラスタライズを選びます。ラスタライズを選択すると、コンテキストツールバーの表示が埋め込みドキュメントからピクセルに変更されます。また解像度が 300dpi に変更されたことも確認できます。300dpi はこのドキュメントを作成した時に指定した解像度です。ここがアフィニティフォトの他のソフトにない特徴ですが、ピクセルを拡大縮小しても描画時の解像度を保持します。今回は埋め込みドキュメントとして利用したいので、ここもコントロール Z で取り消しておきます。続いてピクセルレイヤーの拡大縮小についても確認していきます。レイヤーのパネルで塗りつぶしレイヤーを選択した状態で、ピクセルレイヤーの追加をクリックします。新しいピクセルレイヤーが作成されましたので、ここに描画していきます。ペイントブラシツールを選択して、カラーは白にします。ブラシの種類は、購入時に付属していたインクシーからダーティースプレーシェーダーを選択します。実際にどんなタイプのブラシか知りたいときには、選択した後にマウスポインターを画面上に移動すると確認することができます。クリックしてピクセルレイヤーに飛行機雲を追加していきます。もし後で飛行機雲を移動するかもしれないと思ったときは、移動ツールで一時的に位置をずらして少し多めに追加しておきます。作成した飛行機雲を移動ツールでドラッグして大きさを変更すると、
見た目の解像度が変更されるのがコンテキストツールバーで確認できます。このようにアフィニティフォトではピクセルレイヤーを作成した時の解像度を保ったまま拡大縮小されますので、何度拡大縮小しても画像が劣化しません。飛行機雲の大きさを元の大きさに戻しておきます。残念ながらぴったり戻ることは難しいですけども、だいたい 300dpi 近くに戻っています。飛行機と飛行機雲はセットで移動したり大きさを変更するのでグループ化しておくと便利です。大きめにドラッグして2つの図形を選択します。配置のメニューのグループ化を実行してグループ化します。これでドラッグしても飛行機雲の部分と飛行機が一緒に移動できます。またコントロールキーを押しながらドラッグすると複製することもできますので、複製して大きさを変更したり角度を変更したりすることも簡単にできるようになっています。今回は画像やピクセルを拡大縮小したとき知っておいてほしいことをまとめてみました。最後までご視聴ありがとうございます。それではまた。